古い電磁式、ドアベルの内部。電霊、またはベルトは、電磁石を利用した鐘を鳴らす機構である。電流が流れると繰り返しせわしなく鐘を打ち鳴らす。電霊は1800年代遅くから、鉄道の踏切警報器、電話機や火災報知機、学校の授業開始、終了を知らせたり玄関につける予備林、工場設備における警報として、広く用いられてきたが、 現代においてはそのほとんどが電子音によるものに置き換えられている。伝令は鉄のロッドにエナメル線を巻き付けられたコイルが置かれたもので、電流がコイルに流れるとロッドが磁気を帯び、ベルを叩くハンマーと一体のてっぺんを吸い付けて、ベルを鳴らすものである。動作原理断続ベルの動作原理。広く用いられている断続ベルは電流を通じることにより連続した音を出すベルである。 ゴグとも呼ばれるベルはカップ型、または半球状の形をしたベルの中に、弾力性のある先端に小さな金属球のついたクラッパーと称されるアームが電磁石により動作させられる。ベルが明動しない状態では、クラッパーは弾力性のあるアームによってベルから少し離れた位置に保持される。スイッチを閉じることによって電流が電磁石に流れると、電流によって磁場が生じ。 クラッパーの鉄製のアームを引き寄せ、ベルを叩く。ベルを叩くことでクラッパーについた接点が開き、電磁石に流れる電流を切断する。電流が切断されることで電磁石の磁場が崩壊し、クラッパーがベルから離れる。クラッパーがベルから離れることにより、接点が再び閉じられ、電磁石に電流が再び流れ、電磁石がクラッパーを吸い付けて、ベルを再び鳴らす。 この反復動作を素早く行うことから結果として連続してジリジリジリと連続した音が鳴ることになる。ベル、またはゴングの共鳴装置の形状とサイズにより生成される明動音の音色が決まる。複数のベルが一緒に取り付けられている場合、嘆きメカニズムが同一であっても異なるサイズ、または形状のゴングを使用することにより、 独特の明動音を生成することができる。ブザーも断続ベルと同様のメカニズムを使っているが、ベルやゴングは存在せず、また断続ベルよりも動作音は静かであり、卓上、近距離における警告音としては適当な音を出す。ブザー、または電子ブザーは、機械式、電気機械式、または圧電式の音声信号装置である。ブザーと、 電子ブザーの一般的な用途にはアラームデバイス、タイマーなどが挙げられ、マウスクリックやキーストロークなどのユーザー入力の確認音も含まれる。1970年代以降の低コストの電子機器の開発により、ほとんどのブザーは電子的なサウンダーに置き換えられた。サウンダーはベルの電気機械式ストライカーを電子発信機とスピーカーや圧電素子に置き換えたもので、 多くの場合スピーカーの代わりに圧電素子を用いている。鉄道信号用タンダベル。初期に市販された電気ベルは、信号呼気所管の鉄道信号用に使用された。複雑な明動パターンを使用して、信号呼気所管を通過する列車の種類と経由地も含む目的地を表した。タンダベル、シングルストロークのベルである。電磁石に電流を流すと、 ベルのクラッパーがベル、またはゴングに引っ張られ、ベルが一回鳴る仕組みである。ベルは継続的にならないが、電流が再び引火されるまで、ベルの共鳴音だけ残ることになる。共鳴音を維持するため、タンダベルのベルは通常、前述の断続ベルで使用されているよりも、はるかに大きいサイズのベルを具備していた。また、ベル、ゴング、スパイラルチャイムをすべて使用して、 ベルごとに異なる音色を与えることができる。タンダーベルの単純な実装は、バネ付きベルであった。これは、以前に、機械的に作動しする大邸宅の使用人、呼び出しベルとして使用されていました。クラッパーを動作させる代わりに、電磁石は柔軟な渦巻きバネに取り付けられてた、ベル全体を揺さぶり、軽いバネに対して重いベルの完成は、ストローク後数秒間鳴り続ける。明度音は、 急速に消えるが目に見えるベルの震えは複数のパネルの中でどのベルが鳴っていたかを視覚的に示すことができた。有極ベル1903年頃の図解。電流が交流で駆動される場合、断続ベルは異なる設計の有極ベルを使用できる。これらはクラッパーにつながるアーマチュアが永久磁石になっているため、これは駆動電流の位相に応じて、 実極を持ったアーマチュアが交互に吸引、反発を起こす。有極ベルの実装としては、対照的に配置され、磁気を持たせたアーマチュアに対抗して、それぞれ同じ電流を通じた時に、反対の極性になるように下の2つのコイルを配置したもので、コイルに交流を通じるとアーマチュアの各端が交互に吸い付けられるものである。このタイプの電令の特徴は、 電流断続用の接点が不要であることで、長期間使用しても高い信頼性を持つ。このため、電話のベルとして広く使用されていた。火災放置機用の電令。火災放置機用の電令は、断続ベルトとシングルストロークベルの2種類に分類される。断続ベルは、供給電源が切れるまでベルが鳴り続けるもので、火災発生を知らせるベルとして、一般的なものである。 シングルストロークベルは電流が流れるとベルが一回鳴って停止し供給電源が切れ再び電流が流れるまで再び鳴らないタイプのものでこのベルは発信機を識別する符号を自動伝送する火災放置機システムで頻繁に使用された。電冷は通常10から24ボルトの低電圧の交流または直流で動作するように設計されている。 商用電力が一般化する前は、電冷は電池によって駆動されていた。初期の電話で使用されていたベルは、加入者によって磁石発電機を回して、ベルを鳴らす電流を起こした。住宅用途では、ドアベル回路に電力を供給するために、通常、商用量のベルトランスが使用される。低コストの配線方法で、ベル回路を作成できるように、ベル信号回路の電圧及び、 電力計画は制限されています。産業用のベルは一般のベルより高い交流、または直流電圧で動作するものが多く、機器で使用される電源、または機器で利用可能なスタンバイ電源に規格を一致させている。断続ベルは1823年にウィリアム・スタージャンが電磁石を発明した後に考案された、 様々な振動電気機械メカニズムから発展した最初の一つは1824年にジェームズ・マーシュによって発明された振動電線であった。これは電磁石の極の間に吊るされた水銀だまりに浸るワイヤー振り子で構成されていた。ワイヤーに電流が流れると電磁石の力によりワイヤが水銀から外れて横に触れ電磁石への電流が遮断されるため、 ワイヤが元の位置に戻る仕掛けである。現代の伝令の機構は誘導コイルの一次電流を遮断するために考案された振動、接点ブレーカー、または遮断機メカニズムにその起源があった。振動するハンマー断続子はヨハン・フィリップ・ワーグナーとクリスチャン・エルンツとニーフによって発明され、フロマンによってその機構がブザーの開発に転用された。 ジョン・ミランドは1850年頃、電信音響機として使用するため、標準的な電気ベルを作るためにクラッパーとゴングを追加した。同時期に、他のタイプもジーメンス・ウント・ハルスケ及びリッペンスによって発明された。1860年頃に登場した電話用の有極ベルは、1850年頃にベルナーフォン・ジーメンスによって開発された有極リレー及び電信で始まった。 電磁石と接する部分は電磁石で吸引できるよう鉄製である。日本においては小勢力回路として最大使用電圧が60ボルトに制限されている。ありがとうございます。